上出来だ。だから頭撫でないでくださいって。撫でやすいんだお前の頭。お、やるな。見て何やってんすか。あれ風間さん、どうして。仕事終わりか。はい、これから社に戻るところです。じゃあ一緒に戻ろうぜ。へえ、そうなんだ。結構うまいらしいですよ。今度行ってみるかな。寝不足で頑張ってたからな、無理もねえか。髪食っちゃってんな。完全に熟睡コース入ってますね。起こします。いや、いい、寝かしといてやろうぜ。武田さん、ちょっといいっすか。あ、五十嵐さん、帰ってきたよ。かわいいね。おかえり桜井さん。よく眠れた？双葉にゃん。にゃん、これかわいすぎ。風間さん、何か言い残すことは。落ち着いて、言いがらして店長。